川原真二は、日本の音楽プロデューサー、作曲家。代表作は、松田聖子、ルリロの地球、井上陽水、少年時代。ビクターレコードを経て、ソニーミュージックエンタテインメントのチーフプロデューサーにつき、様々なアーティストを手掛ける。1981年に、松田聖子、風立ちぬの B 面曲、ロマンスで、作曲家として、正式デビュー。 実際は1978年にディレクターとして担当した杉マリのセカンドアルバムスウィンギー収録の雨の日のバースデーだがビクターの契約でディレクターの作曲が禁じられたため公表はされなかった同様にザ・グッバイ作品も公表はされていないがポール・ウィルソン名義でメンバーと共作であった平井夏美名義以外にビートルズ エリナー・リグビーの歌詞に使われる、ファーザー・メカンジーをもじった、ハザマ・ケンジや、ポール・マッカートニーとブライアン・ウィルソンを合わせた、ポール・ウィルソン名義でも活動。1989年に放送開始した、TBSK、ニュース23のジングル制作を担当した、井上陽水が、コーラスアレンジを、大滝栄一に依頼した際に、ヘルプとして参加したことで縁が生まれ、 翌1990年に井上と少年時代を共作する。ありがとうございます。